駆逐艦、春月に装備された、電波探知機のラケット型アンテナ潜水艦、e、百3 5 1に装備された、電波探知機のラケット型アンテナ。なお、左限の背の高いアンテナ13号電探のもの、波101型潜水艦の環境全面を呼び、側面に固定式で装備された、電波探知機のラケット型アンテナ電波探知機は、日本海軍の開発したレーダー波探知装置。 略称は逆端。なお、電波探知機は、抗議のレーダー自体の日本語訳でもあり、海軍と異なりレーダー研究では遥かに進んでいた、日本陸軍が使用していた名称であった。日本海軍において、抗議のレーダーは、電波探針儀と称しており、本校の電波探知機とは、敵の電波探針議が発した電波を防受する一種の方向探知機である。 1942年春頃からドイツではイギリスのレーダー波を探知している模様という技術情報がもたらされ、また部隊からも敵レーダーの探知機の開発要求があり、試作が開始された。通称 E27 型と呼ばれ、重量は4 0ラム、探知波長は4メートルから0 7 5ルまでの超短波でアンテナは45度に傾いた反射板付きのラケット型と、 全集探知用の円筒型があった。1943年7月から戦艦、山城で搭載実験を行った結果、直ちに量産に移り翌年春までに約800台、終戦までには約2500台が生産された。初期のものは波長を切り替えるときに、その都度公衆ハブを取り替える必要があって、利便性が悪かった。その後ダイヤルで波長を切り替えるようにし、 既存の探知機をダイヤル式に交換するのと合わせて7月に実施された冷手置き海戦前のレーダーの急速装備に間に合わせた探知波長はアメリカ海軍の sc 捜索レーダー等を探知可能であったがセンチメートル波を利用する新型の sg 捜索レーダーを探知することはできなかったため大量配備の頃には時代遅れで効果は限定的であり 特に航空機搭載のレーダーには1944年以降無力だった。この電波探知機は潜水艦にも搭載され、その際には潜水艦専用のアンテナが設計されたが、海水による絶縁性低下や装備位置が低いことなど、潜水艦の特殊性から性能の確保には苦心したという、1944年の末頃に波長7 5トルから3トルまでの センチメートル波を探知できる電波探知機も完成した。これにより、アメリカ海軍が対戦中期以降に主力とした SG 捜索レーダーも探知可能となった。こちらの探知機のアンテナは波長によって、ラケット型と電磁ラッパ型の2つを併用した。こちらは通称3型と呼ばれ、電波探知機47号とも呼ばれる。潜水艦にも装備されたが、 性能確保の問題から固定アンテナの設置が困難であり、浮上後に水側員がパラボラ型アンテナを手に持って艦上に上がり、全周を捜索する形で装備された。生産台数は約200台。その他、ドイツで開発されたメトックスと呼ばれる鉱石研波探知機をそのままコピーして約30台製造された。探知波長は1メートルから0.3メートル。このメトックスは 県独潜水艦作戦により以後第8、潜水艦が現物を持ち帰ったものである。前期の電波探知機47号をメトックスのコピー、または一部技術導入した製品とする見解もある。特田 P73P121 特田 P73 特田 PP97 から 98AB 特田 PP103 から104日本無戦士、第10艦海軍無戦士、 P382 の表による P398 の本文中には月産60台から70台生産したとある以後第8潜水艦2008年2月17日13時28分アトックの記述によるありがとうございます。